皆さんこんにちは、今日はですね3月28日火曜日今6時13分です。そうだな、何から話せばいいかちょっとわからないんですけど、まず最初に、沖縄に引っ越しました。引っ越しまして3月20日に引っ越したので、まあ、1週間経過したっていう感じですね。でインスタグラムの方では、報告させていただいたんですけれど、YouTube ではねまだ何も言ってなかったので今こうやって撮ってます。でずっと撮れてなかったんですよ。ちょっと風が強くてすいませんね。トレーニング終わって、まあ、海の近く、もう海の前で撮ろうと思ったんでこっちまで歩いてきたんですけれど、ちょっと風がね強くて、はい、申し訳ないです。ちょっと髪がぐちゃぐちゃになります。はい、なかなかねこの1週間も忙しすぎて、もう毎日毎日1週間フルで動き続けたんですよ。そしたらもう疲労困憊で、でとうとうそのダメージが昨日来て、エネルギーない状態だったんだけど、まあ、頑張っていろいろ買い物とか続けてたんですけど、もうちょっときつくなっちゃって、夕方寝たら、何時間だな、12時間以上寝てましたね。夕方の6時7時ぐらい寝たら今日朝の8時とか9時に起きてたんで、まあそれぐらい疲労してた。まあそうだな、慣れない環境っていうのもあるし、まあ、前の家から家具家電とか一切持ってこれなかったので、もう沖縄っていうことで引っ越しにもかなりお金もかかるし、まあ、時間もかかるっていうことでいろいろね手続き、車も送ったりしたり、そう結構バタバタで、はいっていう感じですね。今後はね沖縄を舞台に動画を撮っていきたいと思います。まあ、僕がやりたかったことなんですよ。沖縄に住んで YouTube を撮ってこのライフスタイルを皆さんに見せるっていうのは一番やりたかったことなので、ただずっと迷ってて、まあ、沖縄といっても東京に比べるとこうなんていうんですかね、まあ、なんか言い方、別に言い方がちょっと悪くなっちゃうかもしれないけど地方なわけなので、まあ、地方に移るということはまあなんだろうな、まあ、なんていうんだろう、まあ、僕の勝手なイメージでは、まあ、東京にいた方がいろいろな刺激、いろんな出会いとか、いろんな人と関わったりとかチャンスとかが、まあ、つかみやすい場所ではあると思ってたので、なかなか沖縄に行くっていう決断ができなくてずっと迷ってたんですけれど、まあ、ただ沖縄に住みたいっていう夢というか憧れも捨てがたく、去年からずっと家を見てました。前の家の契約が3月いっぱいとかだったんで、まあ、それまでには決めないとっていうことでかなり最後の方はバタバタで決めたんですけれど、なんとか最後沖縄来た時にいい物件があったので、まあ、そこに引っ越したっていう感じです。で東京は東京でめちゃくちゃ物件見てて、不動産の人にもすごいお世話になったんですけれど、大変申し訳なかったんですけれど、東京は諦めました。はい、まあ、諦めたというか、まあ、なんかいろんな気持ちはあるんですけれど、結局やっぱり沖縄に行きたいっていう気持ちが僕の中では強かったのかなと思ってます。はい、だから別に後悔はないしワクワクはすごいあるし楽しみなんですけれど、正直不安の方がめちゃくちゃ大きくて、まあ、今後、今一旦パーソナルトレーナーとしても動いてないので、まあ、本当に自分で道を切り開かないとこう、まあ明日の生活もできなくなってしまうので、かなりチャレンジではあったんですけれど、まあやってダメだったらもう帰ろうということで、まあなんだろうな、僕はもうやると決めたら結構行動しちゃってすぐ行ったりとかっていうタイプなので、まあ、とりあえず行ってみよう精神で来ました。はい、だから、細かいことは特に決めてないし、まあ、とりあえず僕ができること、今沖縄でできることとかやりたいことを頑張ってれば何か掴めるんじゃないかなと思ってきました。なんか旅行ではね簡単に来れるんですよ。3日4日とかだったら全然気軽に来れるんだけど、やっぱ沖縄も住むとなったら全然違うので、本当に悩んでました。ただまあ周りのみんなですね、その、まあ、金金ジムに本当に一番お世話になってて、金金ジムの、まあ、しゅんさんとか、まあ、みんな後押ししてくれたし、ダメなら帰っておいでぐらいな感じだったんで、僕の周りの仲間には本当に感謝してるし、感謝しきれないですね。で沖縄に来たら来たで会ってくれる仲間がいて、手伝ってあげるよとか困ったら言ってねみたいな方もいらっしゃるので、本当に僕はね周りの人に恵まれてるのかなって思ってます。でこうやって
動画を見てくださる、インスタグラムを見てくださる方たちが応援してくれてるので、本当に頑張りたいと思います。なんか結局何が言いたいか分かんなくなっちゃうんで、ずっと撮ってると今もうよく分かってないし、なんか考えれば考えるほどわけ分かんなくなっちゃうんで、まあ、あんまり長々と喋るのも得意ではないので、まずは、はい、沖縄に引っ越したので、今後はこの沖縄をメインに動画撮っていきたいと思います。今まではね、カネキンジムのトレーナーとして、パーソナルトレーナーとして働いていたわけなんですけれど、完全に沖縄にずっといるわけではなくて、まあ、大体月 1,2 回程度落ち着いたらカネキンジムに行ってパーソナルっていうのを続けたいと思ってるので、もちろん新規で募集もしたりするので、その場合は YouTube じゃないな、インスタグラムとかで募集かけると思うので、ぜひインスタグラムのフォローもお願いします。はい、なのでカネキンジムのトレーナーを辞めたわけでは一応ありません。カネキンジムには在籍しているっていうことですね。はい、そうだな、本当今はなんかもう自分との戦いなので、まあ、いくらでも楽ができるから自由な身なんでね、仕事が、だから本当自分で自分を追い込まないと、まあ、おかしくなっちゃう。特にこの沖縄っていう地はあったかくて人も穏やかでゆっくりしちゃうんですよ。だから良くも悪くもなんて言うんですかね、しっかりね止まらずに動き続けたいと思っています。はい、かな。本当にね、今後 YouTube 頑張っていくので皆さん応援お願いします。ぜひグッドボタンもいっぱい押してください。1個しか押せないけど、はい、まあ、これを話さない限り他の動画撮っていけなかったんで、とりあえずこれを載せていこうかなって感じですね。で、引っ越しはまだ完全に終わってない、まあ、引っ越しというか家は完全に完成してないので、まあ、その様子は撮ってあるので、ちょいちょいね今からそれを皆さんに見ていただければなと思っています。なので、まあ、今後ルームツアーもしたいですし、まあ、皆さんも一緒に僕の家が完成していくのを見てってください。はい、まあ、あとはこの綺麗な海と綺麗な空と暖かい人と楽しんでね、やっていこうかなと思っています。減量も頑張れそうです。まあ、僕が言えるのは迷ったらやる、ダメでもやるって感じですね。それはずっと昔から変わってなくて、なんだろうね、後悔しない選択肢って感じですかね。後悔はしないから絶対、まあ、失敗する場合も絶対あるんですよ。でもそれって自分の経験になるんで、やらないで後悔するのが一番嫌いだから、それは変わってないかな。まあいいや、はい、長くなっちゃうんで、まあ、僕がバタバタしている動画をどうぞ。
縄今日26度ですね。今もう冷房はガンガンついてます。はい、はい、で今朝の10時半で今からニトリに行きます。昨日カーテンをね買ったんですけれど、どうもサイズとかなんかいまいちで返品したいなと思います。ニトリさんごめんなさい。ニトリに行きましょう。ニトリ着きました。カーテンを返品してきます。行ってきます。今カーテンを返品しに行ったんですけど、抜けてましたね。カーテンの縛る紐を家に忘れてたから、今から急いで取ってきてちゃんと返品したいと思います。もう引っ越し3日目なんですけど、家具がまだ冷蔵庫だけという壊滅的な状態なので、早く住めるようにしないといけない。やばいです。なんかこういうね、抜けてるところがあるから効率が悪くて、本当になんかアホなんですよね僕は。なんか昔からしょうがないですね、こういう人間なんで。楽しみましょう、こういう時も。ドライブドライブ。というわけでまた家帰ってまたニトリ行きます。じゃあニトリにまたやってきて、はい、これをね忘れてました。で T シャツ着替えました。はい、これを渡してきます。これで返品完了みたい。というわけで行ってきます。はい、じゃあ今返品終わって、もうカーテンがなくなったんで買おうと思ったんですけど、サイズがなくて、一旦なのでカーテンは諦めて、まあ、収納とかも見たかったんで収納ボックスとか見たけど在庫がなくて、もうなんかね思い通りに進まない。でもう減量中だから結構フラフラするんですよ、お腹空いて。なので昨日も一昨日もやっぱりステーキ、今のところ沖縄来てから毎日やっぱりステーキ来てて、まあ、そもそも調理ができなかったんで、まあ、できるけど冷蔵庫とかこうストックできないから鶏肉買っても腐っちゃうしみたいな感じだったんで、まあ、プロテインとか外食で済ませてて、今日冷蔵庫来たけどこれから自炊、家帰って料理ってなると今から鶏肉買って、お皿も買ってかな。で結局多分1時間以上時間かかっちゃうんで、だったらもう近くのまたやっぱりステーキに行きたいと思います。やばい、なんか自分にイライラする。よっしゃ、じゃあ車で10分のところにやっぱりステーキがあるからそこ行きましょう。ちょっとステーキ食べながら考えたいと思います。行ってきます。はい、到着。お腹すいたよ。暑いし、とりあえずステーキ食べて元気つけましょう。よいしょ、眩しい。これがね一番美味しい。油もないし、わさび。まずは野菜からね食べます。いただきます。はい、今ステーキ食べ終わって、お腹いっぱいです。美味しかった。だいぶ力が戻ってきました。毎回ね沖縄来るたびにやっぱりステーキは紹介してるというか来てるんですけれど、まあ、1500円払えば 200g の超赤身のステーキとご飯もサラダも、スープも食べ放題飲み放題ということで、めちゃくちゃ安いし、あの減量中でも食べれるんで、ぜひねやっぱりステーキ食べてれば痩せますんで、はい、こんな感じ、ぜひおすすめです。と
というわけで家具探しを再開するので、また車でぐるぐる回っていきます。その前に多分コンビニでコーヒー買いたい。よし、はい、到着して、ここは沖縄市イエローボックスっていう、やっぱアメリカとかそういうところ、まあ、アメリカの人たちのものとかなのかな、なんかすごいおしゃれな家具がね売ってるらしいんで、ちょっと見に来ました。すごい建物もでかくて、ちょっとすごい面白そうなんで、とりあえず見てきます。行ってきます。めちゃくちゃ広いし、もう全部でかい。コストコよりでかい。ソファーもベッドも収納も全部でかい。すごいね。これはしかも全てドル表記だから、なんか日本じゃないみたい。もう全部アメリカのものなのかな。なんか見に来るだけでも価値ありますね。楽しい。はい、じゃあ今夕方のもう5時になりますね。なんか自分の理想が高いのか優柔不断なのか。やだ、マジでやだ。引っ越ししてなんかね、いろんなものを持ってこれたらいいんですけど、本当にゼロからスタートっていうのは大変だなっていうのは思い知らされてます。あとここ沖縄だから、やっぱり内地、千葉、東京より物が少ない感じがします。だから、まあ、その中から決めなきゃいけないし、まあ、それ以上のものが欲しければ待ったり探し歩いたりしなきゃいけないっていうことで、うん、まあこれもなんて言うんだろうね、こういう経験も大事なんじゃないですか。おかげさまで絞れてますよ。体は 30% 引き、30円引き、30円か。こんな感じで、黒糖の匂いする。いただきます。うん、すんごい素朴な味。小麦粉の黒糖味って感じなんですけど、美味しいです。とりあえず向かいましょうか。はい、じゃあお家に帰ってきまして、もうすっかり外は暗いんですけれど、なんとかカーテンをつけました。何色っていうんだろう、ベージュっぽいやつと白と、はい。で、もともと返品した青いカーテンをつけてて、それまあ長さもそうなんですけど、ちょっと部屋の中が暗くなりそうな感じがしたので変えました。まあ、返品できてよかったです。で、今の僕のベッド、これがエアベッド、空気入れるやつ、自動で。 T シャツ、ドン・キホーテでね、5000円ぐらいで買いました。ひとまずあのエアベッドで、ベッドが買えるまでしのぎたいと思ってます。本当にすっからかん状態だからね、うん、まあそんな感じですね。まあ、準備行く準備しましょう。引っ越し3日目ということで、サプリもないんですよ。ないから、まあ、かろうじて持ってきたものはあるんですけれど、このグルタミン と、パンプパウダー、パンプパワーか、パンプパワー、アルギニンシトルリン、あとプレワークアウトで、肝心の大事な EAA、BCAA を持ってないので、まあ、それは、注文して届くまで待ちたいと思います。というわけで、これからトレーニング行きたいと思います。沖縄にもエニタイムは結構店舗がありまして、日によって、まあ、やる部位とか、うん、まあ、その日の気分によって店舗を変えて使いたいと思います。まあ、近い店舗だと本当車で5分とかで着くし、あのジムに関しては全然不便がない、まあ、もしかしたら今後違うジムに通って、まあ、もっと動画を撮りやすいジムに入会するかもしれないし、しないかもしれないしっていう感じで、まあ、まだ正直そのジムを探すとかっていう余裕もないので、とりあえず
エニタイムで十分トレーニングができるので。そう、ただ撮影ってなるとね、また別なんですよね。で、アミノ酸がないのでプレをこの中に入れちゃいます。まあ、アミノ酸は持ってるんだけど EAA と BCA を持ってない、半分ぐらいで、取れ前に半分飲む。 OK。